新秋津駅は東京都東村山市秋津町五丁目にある東日本旅客鉄道武蔵野線の駅である。駅番号は JM31。地下1階部分に相対式ホーム2面2線と中央に1線の対比線を有する堀割駅である。駅本屋の施向は清水建設が担当した JR 東日本ステーションサービス住宅の業務委託駅で 緑の窓口がある。1階に改札口及びコンコースがあり、指定席券売機、ビューアルト、トイレがある。かつては、キオスク、ニューレイズ、ベック、エスコーヒーショップ、ジューサーバーの構内店舗が出店していたが、ジューサーバーは2009年2月末をもって閉店。代わりに、ハニーズバーが出店している。また、その他の3店舗は新秋津駅ビル建設のため、 キオスクは2012年2月10日、ニューデイズは2012年2月13日、ベック、エスコーヒーショップは2012年2月末にそれぞれ閉店した。建設を進めていた新秋津駅ビルに関しては、2012年11月1日に予定通り完成し、ビーンズアネックス新秋津として、ニューデイズ再出店の他に4店舗が入居した。 校内から西部池袋線所沢駅方面への連絡線が伸びている。これは1976年に武蔵野南線が開業した際に付設されたもので、従来池袋線池袋駅と国分寺線、国分寺駅で行われていた日本国有鉄道、西部鉄道間の貨車中継は、この連絡線を使って当駅で実施されることになった。 西武池袋線が貨物取扱いを廃止してからは、新車搬入と地方施設への譲渡車両輸送や改修工事で車両メーカーへ輸送される際に使用されている。なお、他の西武線とつながっていない玉川線使用車両の武蔵川岡車両研修場における検査入り出場は、西武鉄道との連絡線を開始、公衆輸送で八王子駅経由で、 武蔵坂駅へと向かうルートで輸送される。上記の側線のほか JR 東日本八王子支社の運転業務従事者、定期訓練のための訓練センターが、府中本町寄りに設置されており、209系を改造した訓練車1編成2両が、訓練センター構内の踏切付近に停車している。なお、従来使用されていた105系改造の訓練車は20、209。 軽改造訓練車と入れ替わるように、長野総合車両センターへ、公主輸送されている。雲屋143から18についても105系、改造訓練車と同様に、長野総合車両センターへ、公主輸送された。新秋津駅と秋津駅の間にある商店街、あたり駅は、西武池袋線秋津駅との乗り換え駅となっている。しかし、秋津駅へは、 一歩約5分と距離がある上、同線の急行などは通過するため路線同士の接続も良いとは言えず、乗り換え駅としては不便な点が多い。池袋線と武蔵野線は、秋津駅西側で交差し、秋津駅所沢駅方面側のホーム端と、新秋津駅の東所沢駅方面側ホーム端の間の距離は150メートルほどであり、特段連絡通路の設置に障害となる地形や、 建造物もないが、武蔵野線建設後、新秋津駅開業から現在に至るも、連絡通路の設置はなされていない。これは、地元商店街が商店街を経由しない、連絡通路の建設に反対していることによるものとされ、これに対しては乗り換え利用者からは、批判が多い。かつて新古平駅が水没し、武蔵野線が一部区間で、長期不通となった際、 連絡通路を仮設する案も出たが、これも商店街の反対で実現しなかった。雨天時は、駅間にアーケードがないために傘がないとずぶ濡れになる。この点に関して利用者より、両駅間の直結連絡通路を希望する大きな理由であるとの意見、要望が相次いだため、一時期地元自治会により、新設山と称したレンタル山の設置がなされたが、 持ち去る被害が相次いだため、やむなく中止された。2008年3月15日より、秋津駅との連絡定期券が発売可能となった。2020年度の1日平均乗車人員は29,240人である。武蔵野線では、西船橋駅、南越谷駅、北朝霞駅、南浦和駅、武蔵浦和駅に次ぐ第6位である。 開業以後の1日平均乗車人員の推移は以下の通り、西武池袋線秋津駅までの間に飲食店やコンビニエンスストアなどが立地する商店街がある。東京都東村山市、清瀬市と埼玉県所沢市の行政区画が混在する地域である。西武バス駐車区出店報道発表資料新聞記事、ありがとうございます。